こんにちは梁松本です今日は先日ですね僕あの展示会に行かせていただきましてありがたいことに。展示会とはっていう話と知らない方もいらっしゃるかと思うんでセレクトショップの仕事ってどういうものなのかっていうところをちょっと今日は話したいかなと思います。 まずね展示会っていうのは何かっていうとね、まあ、よく聞くと思うんですよ展示会展示会ってまあざっくり言うと <coughs> 次のシーズンですね今だったら次の秋冬2017年の秋冬のコレクションというかまあ服を見に行ってですね何をどれだけ買い付けるかを決めるそれがまあ展示会っていうもんなんですよね。 まあ流れとしてはまあ見に行くんですよね新作をもう上がってきたばっかりのほやほやの新作を見に行ってでもうまあスタッフさんとかねいろいろいるんで話聞きながら写真撮りつつ着てみてとかやって自分の店にいくらねどれだけ何をどれだけ撮るのかっていうのを 決めていくんですすけどままずそもそももやっぱ予算がありますね各ショップにも予算がありますし逆に言うとメーカーブランドさんの方も最低限これぐらい取ってくださいねっていうような金額も提示されてそこでまあ最低限取る金額とうちで取りたい金額でこうメーカーのさんとの間でこうやりつつ金額を決めあとはその内訳ですよね。では 何万円のアウターを何着取って何万円のシャツ何着取ってっていうのを決めていくんですけどねこれがねなかなかね難しいというかまあここがねセレクトショップの仕事の醍醐味というかセレクトショップがセレクトショップであるゆえんですよね一番大事なところだと思います展示会あるいはオーダーっていうところが。 やっぱり、ね、難しいんですよ、うん、僕もね展示会行きたくてなんかパッと見楽しそうじゃないですか聞いた感じだと展示会展示会なんか楽しそうみたいなでもやっぱねうーん展示会行くの自体はまあ楽しいんですよね楽しいまあ新しい服を見て着てまあ結構ワクワクするんですね服が好きな人にとっては ででもそっからですよね、何をどれだけ取るかっていうところを決めるのがねやっぱすごい難しいっていうのも、えー、今年の秋冬だとしたら半年くらい先を見る半年以上先を見てね何が売れるか売れそうかを決めなきゃいけないわけですよそんな分かんないじゃないですかトレンドなんてねまあ大きな流れとしてはね あるかもしれないけどその秋冬で何が流行るか何色が流行るかっていうのはまだちょっと今の段階ではどうにも分からないところも正直あって <laughs> っていうそのトレンドとかっていう問題とあとは各店舗によってねショップによってやっぱその強みのところが違うわけですよ。例えばあるショップだったら、えー、とガラシャツがめっちゃ売れるでもあるショップはガラシャツは売れないけどアウターはよく出るとかそういうね 個展の各,各店の特性とかもあるんでそれも踏まえつつえ去年のデータも踏まえつつ去年の秋冬何が調子良かったかとか何が動いたかとかっていうのも踏まえつつあとは今時点である在庫例えばシャツがねあんま売れてないとなったらちょっとシャツを控えて他のものを入れようかとか調子のいいパンツを入れようかとかっていうところとか いろんなことねあとお客さんお客さんの好みこれが結構一番強いんだけどこれだったらああのお客さん結構好きそうだなとかお客さんの好みを把握してるってことこのね、まあ、定量的な情報と定性的な情報をこれをいろいろ加味してまあオーダーするわけなんですよこれがね難しくてやっぱね <laughs> で その中でも、ね、俺がその一番難しいなと思ったのは、まあ、さっき言ったのもそうなんですけどやっぱ自分がいいって思うもの自分が好きなもの自分が好きな服これめっちゃいいじゃんっていうのとお客さんが「あこれいいじゃん」ってなるのがやっぱ必ずしもねこうかぶさらないというかかぶらないというかやっぱ自分の好み とお客さんが欲ししいいいとと思うううかかどってこころ <coughs> そこが難しいよね俺はまだ最初初めて行ったんだけどまだなんか自分が買い物行った時のような感覚で見てしまって、まあ、それだとねそれも大事なんだけど結局売れるか売れないかっていう視点もすごい大事でそこが難しかったですねでまあ展示会行きますといろいろ見て。 もあの写真とかそ,そこでと得られる情報は全部持ち帰って帰ってからまあそのさっき言った情報を加味しながらオーダーを組んででそれをあのメーカーさんの方に送ってでまあその今年の秋冬だったら今年の秋冬になったらそれが順次こうね入荷くるんでそれを店頭で売っていくと、まあ、それがねセレクトショップの主な 仕事かな、うん、でまあ僕らみたいな、まあ、比較的小さいところとかは全部を自分たちでやるわけですよ。その展示会行く、まあ、いわゆるバイイングだからねこれはいわゆるバイヤーもやり販売もやり、えー、お店の他の管理業務もやりと全てやるわけですよ。 すごいでかいしどこにでもあるような。なってうことやっぱバイヤーっていうのが独立したこう部署でバイヤー部みたいなのが多分あってその人たちは買い付けてきて売るのはまたこうね販売部っていうところ店舗の方の現場の販売員が売るんだろうけどなので僕もバイヤーですよバイヤーと言えるんではないでしょうかはいそんなところですね それが、ね、あのセレクトショップのまあ主なビジネスモデルというか仕事ですよねそこが醍醐味なんでまあ服好きな人だったらね楽しいと思うめっちゃ大変だったけど楽しかったですセレクトショップに行きたいと思っている人いいよ参考にしてみてくださいでは スタッフさんとかねいろいろいるんで話聞きながら写真撮りつつ着てみてとかやって自分の店にいくらねどれだけ何をどれだけ撮るのかっていうのを決めていくんですけどまずそもそもやっぱ予算がありますね各ショップにも予算がありますし逆に言うとメーカーブランドさんの方も最低限これぐらい撮ってくださいねっていうような。 金額も提示されてそこでまあ最低限と取る金額とうちで取りたい金額でこうメーカーのさんとの間でこうやりつつ金額を決めあとはその内訳ですよねじゃあ何万円のアウターを何着取って何万円のシャツ何着取ってっていうのを決めていくんですけどねこれがねなかなかね難しいというかまあ ここがねセレクトショップの仕事の醍醐味というかセレクトショップがセレクトショップであるゆえんですよね一番大事なところだと思います展示会あるいはオーダーっていうところがやっぱり、ね、難しいんですようん僕もね展示会行きたくてなんかパッと見楽しそうじゃないですか聞いた感じだと展示会展示会なんか楽しそうみたいな でもやっぱねうん、展示会行くの自体は、まあ、楽しいんですよね。楽しいまあ新しい服を見て着てまあ結構ワクワクするんですね服が好きな人にとってはでもそっからですよね何をどれだけ撮るかっていうとこを決めるのがねやっぱすごい難しいっていうのも、えー、今年の秋冬だとしたら半年くらい先を見る半年以上先を見てね 何が売売れれるかかかかそそうかを決めななななななきゃゃいいいいけないわけわでですすよんんんじトレンドなんてねまあ大きな流れとしてはねあるかもしれないけどその秋冬で何が流行るか何色が流行るかっていうのはまだちょっと今の段階ではどうにもわからないところも正直あってっていうそのトレンドとかっていう問題とあとは各店舗によってねショップによってやっぱその強みの。 ところが違うわけですよ例えばあるショップだったら、えー、とガラシャツがめっちゃ売れるでもあるショップはガラシャツは売れないけどアウターはよく出るとかそういうね古典の各,各店の特性とかもあるんでそれも踏まえつつ、えー、去年のデータも踏まえつつ去年の秋冬何が調子よかったかとか何が動いたかとかっていうのも踏まえつつあと今時点にある在庫例えばシャツがね あんま売れてないとだったらちょっとしたねいろいろいるんで話聞きながら写真撮りつつ着てみてとかやって自分の店にいくらねどれだけ何をどれだけ撮るのかっていうのを決めていくんですけどまずそもそもやっぱ予算がありますね各ショップにも予算がありますし逆に言うとメーカーブランドさんの方も 最低限これぐらい取ってくださいねっていうような金額も提示されてそこでまあ最低限と取る金額とうちで取りたい金額でこうメーカーのさんとの間でこうやりつつ金額を決めあとはその内訳ですよねじゃあ何万円のアウターを何着取って何万円のシャツ何着取ってっていうのを決めていくんですけどねこれがねなかなかね 難しいといとうか、まあ、ここがねセレクトショップの仕事の醍醐味というかセレクトショップがセレクトショップであるゆえんですよね一番大事なところだと思います展示会あるいはオーダーっていうところがやっぱり、ね、難しいんですようん僕もね展示会行きたくてなんかぱっと見楽しそうじゃないですか 聞いた感じだと展示会展示会なんか楽しそうみたいなでもやっぱねうん展示会行くの自体は、まあ、楽しいんですよね楽しいまあ新しい服を見て着てまあ結構ワクワクするんですね服が好きな人にとってはでもそっからですよね何をどれだけ取るかっていうとこを決めるのがねやっぱすごい難しいっていうのもええー、今年の秋冬だとしたら 半年くらい先を見る半年以上先を見てね何が売れるか売れそうかを決めなきゃいけないわけですよそんな分かんないじゃないですかトレンドなんてねまあ大きな流れとしてはねあるかもしれないけどその秋冬で何が流行るか何色が流行るかっていうのはまだちょっと今の段階ではどうにも分からないところも正直あってっていうそのトレンドとかっていう問題と あとは各店舗によってねショップによってやっぱその,強みのところが違うわけですよ例えばあるショップだったら、えー、とガラシャツがめっちゃ売れるでもあるショップはガラシャツは売れないけどアウターはよく出るとかそういうね古典の各,各店の特性とかもあるんでそれも踏まえつつ、えー、去年のデータも踏まえつつ去年の秋冬何が調子よかったか。 何が動いたかとかっていうのも踏まえつつあと今時点である在庫例えばシャツがねあんま売れてないとなったらちょっとシャツを控えて。